Thank you.
だろ。ゆうべ寝れた？うん。また腰痛。あれからすぐ電気消して寝てしまった。今朝、5時、4時、5時15分ぐらいの。寒なるだけど全然寒ならんけどおかしいな思って。うん。お母さんな、うん、毛布は直に切ろうと思って。うん、毛布は直に切ったら抜くってな。そうや、抜く抜く。いやいや、抜かった。よかった。やっぱもう不安せないけんな。今日は大雨は降らんな。いや、パラパラ日が降りとってんやった。うん、違う違う、雨じゃなくて大雨。あ、大雨？ポロッとしても 1% やけど、もう 100% やけどな。うん。降ったら。三浦のおったんの奥さんは車椅子？うん、違う。あ、歩けも。手を引いてもらって、うん、たまに、あの、引かずに。もメガネクサはかくと思ったわ。うん。
の調子はどう？ん？歯。歯、一つだ。これ味噌一緒のやつと芋やつと。ん？味噌。味噌。味噌はお母さんが新しいの買ってきたの。これ味がちょっと違うな。一緒よ。今までのと。
この上が、あの、拭いとったのに、なんでやろな。ちょっと時計見て、向こうの時計、何時か。そうそう、いろいろ時間が違うと見えないな。